ただいまから BS ゼルダの伝説イニシエの石版第2話を送信します。このプログラムは衛星回線を通じ全国へ放送されています。ゲームの音声は BS ならではの高音質大迫力で楽しめます。なおこのゲームはゼルダタイムという時間空間でのみ存在しますので、メモリーパックへセーブすることはできません。では素晴らしいゼルダの世界へどうぞ。伝説の国ハイラル。6年前平和だったこの地に盗賊団のドン・ガノンドルフがトライフォースを手にし、魔王ガノンとなってこの地を征服しようとしていた。ガノンは司祭アグニムに乗り移り、7人の賢者の末裔を次々と生贄にし封印を解こうとした。ハイラルの王女ゼルダも賢者の末裔だったため、アグニムによって城の地下牢に閉じ込められていた。しかしゼルダは地下牢から必死に語りかけていた。助けてください。私の名はゼルダ。お城の地下牢に囚われています。ハイラルの少年リンクはその声を聞き、ゼルダを助けガノンを倒す冒険を始めた。幾多の困難がリンクを待ち受けていたが、リンクは勇気と力と知恵を振り絞り、とうとう魔王ガノンを倒すことができた。そしてリンクは新たなる冒険を探して旅立っていった。ハイラルの人々はその功績を称え、勇者リンクと崇め立てていた。その後ハイラルには平穏な日々が流れていた。東の方に光が。何でしょうか。ゼルダは怪しげな光へと向かった。この男、名をアジナといい、ハイラルの長老サハスラーラの弟である。ああ、年を取ると朝早く目覚めてしまう。さてと、ほう、なんじゃこいつは。アジナ、何か起こりませんでしたか。ゼルダ姫、ここに不思議な若者が。大丈夫ですか。ある日、不思議な若者がハイラルに落ちてきた。大変です。お前は東の神殿にいた兵士ではないか。どうしたのだ。おお、怪我をしているではないか。大丈夫か。突然たくさんの魔物が現れまして、警備の兵士は全滅です。まだこの辺りは現れてないようですが。おい、しっかりしろ。時を同じくして突如たくさんの魔物が現れたのだった。若者は剣と盾を探しにハイラルを冒険し始めた。そしてダンジョンの中で若者が手にした石板には何やら文字が記されているが、
誰一人解読することはできなかった。手がかりを求めて若者はアジナと共にハイラルの長老サハスラーラの家へとやってきた。若者よ、目覚めよ。お前が眠っている間にわしはこの石板のことを聞いて回っていた。しかしあまり大した話は聞けんかった。わしが思うにこの石板は迷宮で一番強い魔物が持っていたんじゃから、何か特別な意味があるのではないかと思う。どうじゃ、今日も残りの石板を集めてはくれぬか。そうか、言ってくれるか。おお、預かっていたものを返すとしよう。ここでもう一度操作を確認しよう。スタートボタンを押せばサブ画面が見える。ここには今渡されたアイテムが表示されている。サブ画面で L ボタンを押すと今日の目標画面が見える。ゲーム画面で R ボタンを押すとアイテムの説明画面が見える。元の画面に戻るには再びスタートボタンを押してくれ。剣に力を貯めるには B ボタンを押し続ければいい。まだ剣を持っていない者はまずは東の神殿に向かってくれ。オカリナを吹けば一瞬で移動できる。では今日も頼んだぞ、若者よ。ここで簡単にアイテムの使い方を説明しよう。カンテラはダンジョン内にある灯籠に火を灯すことができる。ダンジョンの中には灯籠に火をつけないと開かない扉もある。ブーメランは敵を動けなくしたり離れたところにあるアイテムを取ることもできる。爆弾は敵にダメージを与えたり壁に穴を開けることができる優れものだ。しかし爆風に巻き込まれるとダメージを受けるので注意しよう。空き瓶は中にいろいろ入れて後で使うことができる。弓があれば矢が撃てるようになる。他に使い方のわからないアイテムはゲーム画面で R ボタンを押し確認してくれ。今日も天気が悪くなるのか。霧が出てきてしまった。そうじゃ、
若者のために占い師を呼んで占ってもらわなくても。また地上で爆弾を使うことができんではないか。ちょうど占い師も参ったが、早速じゃが占ってもらえぬか。ではネアンデルタール、キノコが一つ見えてきました。どこじゃ。森の奥深くのようです。そうか、森か。若者よ、ここの北には迷い込んだ者は二度と出られないと言われている恐ろしい森がある。そういえばあんじゃが、キノコを魔法屋に渡すと言っておったろう。若者よ、迷いの森へ入るなら十分気をつけるのじゃぞ。アジナ様、何か見えてきたか。妖精の影が見えました。妖精か。若者よ、妖精を見つけたら
触れるか、虫取り網で捕まえるのじゃぞ。の中にはいろいろなアイテムが隠されているので、くまなく探そう。アイテムが足りないと迷宮の奥深くまでは進めない。ここで今日手に入るアイテムを説明しよう。剣を取らなければ冒険は続けられないので必ず取ろう。盾は魔物の攻撃から身を守ってくれる。弓は矢を射るのに必要だ。ペガサスの靴を手に入れれば A ボタンを押しっぱなしにすることでダッシュができるだろう。ダッシュで体当たりしなければ壊れない石もある。やんだか。まだ霧は残っているが爆弾は使えるじゃん。地上にいる若者は爆弾を使ってみてくれ。迷宮の奥まで進めない君はいないだろうか。迷宮の中には様々な仕掛けがある。隅々まで調べよう。床や壺の下に隠されたスイッチは忘れていないか。スイッチを踏まなければ開かない扉もある。中には踏みっぱなしにしておくスイッチもあるという。爆弾で壊れる壁を見落としてないだろうか。遠くにあるものもブーメランで拾える。じゃあ創造師、わしは今忙しいのじゃ。でどうしたのだ。魔法屋で黄金の薬ができたそうです。例の東の神殿の北にある魔法屋か。金の色をしていて、飲むと体力も魔法も全開。それに飲んでからしばらく力を貯める時間が短くて済むやつじゃな。今日も一個しか作れないそうです。ご苦労じゃったな若者よ。魔法屋へ行くにはオカリナを吹けばすぐに行けるはずじゃ。わかったな。力を貯めるには B ボタンを押しっぱなしにしてくれ。力が満タンに溜まってからボタンを離すと回転して周りの敵を攻撃することができる。敵に当たれば通常の2倍のダメージが与えられる。敵に当たれば通常の2倍のダメージが与えられる。
おお、霧も晴れて良い天気になってきた。迷宮で迷っている若者よ、一度地上へ戻ってみてはどうじゃ。前にも言ったが、迷宮から一気に戻るにはオカリナを吹くんじゃぞ。アジナ様、どうした？また若者の周りに不思議な力が集まっています。そうか、ハイラルの不思議な力じゃな。5、4、3、2、1、また力は消えてしまいました。若者よ、今日もお前を守る力が働いているようじゃ。頑張れ。妖精の影が見えてきました。そうか、若者よ、妖精は触れるか虫取り網で捕まえるのじゃ。
姫、かかりこ村に変な商人が勝手に商売を始めておりますが、いかがいたしましょうか。何を売っている方なのですか。それが何も入っていない空瓶なのです。空瓶ですか。それは多分虫や薬を入れられる便利な瓶ですわ。光の勇者よ、聞こえましたか。かかりこ村へ向かってください。私は勇者リンクから聞いた話を思い出しました。恐ろしい魔物の話です。その者は鉄の仮面をしていて、体はとても頑丈で、剣ではまるで歯が立たなかったそうです。しかしリンクの仕掛けた爆弾が何回か仮面に当たった時、鉄の仮面が壊れて顔がむき出しになったそうです。仮面の下の顔が弱点だったそうです。もしそのような魔物がいたら爆弾を試してください。あなたの勇気がこのハイラルに希望の光を導いています。雨が上がり霧が晴れたのが何よりの証拠です。私にはあなたを励ますことしかできませんが、光の勇者よ、頑張ってください。
内の方では何と出ておるのかな。ネアンデルタ。敵が必ずルピーになります。そうか、聞こえたか若者よ。敵を倒しルピーを稼ぐのじゃ。アジナ様、どうした。また不思議な力が若者に集まっています。そうか、5、4、3、2、1。また力は消えてしまいました。そうか、少しは冒険の役に立ったかな若者よ。
ジナ様。どうした？ルピーになる力が消えました。そうか、若者よ、己の力だけで頑張るのじゃ。何か変わったこと、何か変わったことはないか。ネアンデルタ、素晴らしい。今度は何事じゃ。ブーメランに変化が現れます。敵に当たっても突き抜けてゆきます。それはすごい。若者よ、一度試してみるがいになれるようですが、あまり長くは続きません。ゼルダタイムで2分間だけです。おお、2分間だけでも無敵なら強力な敵でも倒せるやもしれん。若者よ、急ぐのじゃ。
大変です、アジナ様。どうした？無敵の力が消えました。そうか。若者よ、聞こえたじゃろう。これからは慎重に冒険するのじゃ。アジナ様、アジナ様。なんじゃ騒動し、わしゃ今。うん？もしかして？今日も怪しい者が商売を始めましたが、前回とは別の場所で別の商売だそうです。そうか。お前のも面白かったがな。でもわしゃいかんぞ。わしには使命があるからな。でもほっとといてみたいな。聞こえますか、光の勇者よ。また勇者リンクから聞いた話を思い出しました。ワートという魔物の話です。そのものは岩の塊のようで、まずは道具を使い周りの岩を剥ぎ取ってから剣で壊し、本体だけになったら回転切りで攻撃したと言っていました。このことがお役に立てばよろしいのですが。
アジナ様。どうした？ブーメランが元に戻りました。そうか、ハイラルを守る力も弱くなっているのかもしれんな。時間は残り6分じゃ、急げ。の残り時間もない。何か見えるか？ネアンデルタール。また不思議な力が集まっています。ほうほう、そうか。5、4、3、2、1。また力は消えてしまいました。若者よ。残り4分じゃ。やり残したことはないかな？
若者よ、やり残したことはないか。今日の残り時間も1分じゃ。終わってないものは急ぐのじゃ。また若者が2枚石板を手に入れたようです。しかし兄者、いや長老サハスラーラの家の周りには手がかりはありませんでした。そうですか。アジナ、勇者リンクの聖火が城の南にありましたよね。私はそこでリンクにムドラの書というものを見せてもらったことがあります。それを見ればこの文字の謎が解けるかもしれません。勇者リンクの成果ですね。一人では危険ですよ。この若者にもついてきてもらいます。そうですか。それでは頼みましたよ。この番組は任天堂セントギガの制作でお送りしました。